きょうの都内は各地で25度を超える今年初めての夏日となりました。きょうは南から暖かい空気が流れ込み、多摩地区の青梅、八王子などで午前中に次々と25度を記録、昼過ぎには都心部でも26度一部を観測するなど、各地で今年初めての夏日となりました。皇居周辺では半袖のポロシャツなどの夏姿で散策する人が見られました。都内で夏日を記録する中、武蔵野市では鉄道をテーマにした公園のオープンを記念したイベントが開かれ、多くの親子連れらが参加しました。この公園は JR 中央線の武蔵境駅と東小金井駅の間の高架下を活用して JR 東日本と武蔵野市が整備したもので、今月8日にオープンしました。園内には実際に使われていたレールや標識、それに汽車をモチーフとした木製の遊具などが設けられています。息子が本当に電車が好きなので、日頃からこう踏切とかに触れられたりとかして、すごい嬉しい、ありがたいです。高架下なんで雨降っても利用できたりする公園なので、非常に使い勝手いいかな。 JR 東日本の担当者は、自宅の庭のように愛着を持って気軽に使ってもらえればと話していました。